はい、皆さんこんにちは。それでは FF10 続きやっていきましょう。今回は試練の間からやっていきます。 OK、 いきます。ちょっと長くなりそうだからね、また謎解きやから頑張るよ。よし、ガード全員集合だな。よし、よろしくお願いします。こちらこそ。行くか。はい。うわー、まただー、始まるぞー、始まるぞ。お、スフィア取る、ジョゼのスフィア。はい、どこにはめるんだ。お、ちょ、適当にここにセットしようかな。え、何もないかな。あ、で、ここもスフィア取って、で、あ、ちょ、何もしない。で、ここか。で、もう一個はめるのかな、ここに。はい、オッケー、進め。開いた。わー、バリバリしそう。ふえー、またなんか動かすギミックかな。先に行くよ。こう行って。なんだ？何をしなきゃいけないんだ？あ、ちょっと待って。で、ソフィア取って。ん？あ、なんか消えたぞ。あ、でもこっちにも行けるんだ。お、なになに、あ、これで、なんだ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 。あ、でもどっちに持ってかなきゃいけないんだろう。ソフィアセット、あ、もう一個ぐらいセットできそうやな。ソフィア取って、あ、消えた。ちょっと待って、もう一個はセットできないのかな。あ、2個か。じゃあやっぱここに1個はめなきゃいけないかな。1個はめて、で、そしたらこの印が出る。で、どこに持ってかなきゃいけないんだ。ここかな。ここに持ってかなきゃいけないっぽいけど。あ、でもなんかここにもあるぞ。くぼみにソフィアをセットで。え、ちょ、待って、ちょ待って。ソフィア取れないかな。あ、取れない。じゃあ、ちょ、こっち押していきましょうか。なんかはめられそうなところがあったな。ここちゃうんかい。よいしょ。あれ、ここにはめるんじゃないの。あ、ちょっと待って。あ、取れるな。あ、で、ここにはめなきゃいけないのかな。はい。で、あとはここも取って、あとなんかもう一箇所はめるところあったよね。ここ、はい。あ、なんだ、なんかピカピカ鳴っとるぞ。なんやこれは。あ、ちょっと待って。で、さっきの部屋からソフィア取ってこないとダメかな。あ、違う、そんなことない。あ、そっか、ソフィア残ってないか。うーん、どうすればええんじゃ。よいしょ。くぼみにソフィアセット、うん、ここから取るのかな。ほう、よいしょ。そんなことないか。うん。どこだ。なんか来た。なんだ、バリバリバリってなった。バリバリバリって、え、
ていいのかな。ほい。ほい。何もないか。いや、なんかさっきバリバリバリって鳴ったよね。はてな。よいしょ。あー、で、ここ光ります。あー、難しいぜ。難しいぜ。で、1個取ればいいのかな。あ、でもなんか輝きが違うぞ。なんか違うっぽいな。うん、違う臭いな。ちょっと待って。で、スフィア、なんかめっちゃここ光ってるんやけど。取りますか、ジョゼのスフィア。よいしょ。ほう。こことか。あ、来た！やった！よし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 、開いた。あー、ようやく開いたの。でも迷っちゃうの。あ！なんやこれは。あ、取ればいいかな。あ、閉まっちゃう。なんだと？閉じちゃうだと？じゃあダメだ。これは外せないな。はい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 。で、先に進みたいんですけど。これ取ればいいのかな？あ、そんなことない？そんなことないね。なるにはまだ難しい。よいしょ。ちょ、これ真ん中に戻してみる。これこっちに持ってけないかな。下落ちたんですけど。え、下落ちたんですけど。ちょ待って、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 ちょ待って。ほう。あ、戻ってる。あ、危な。ほう。スフィアセットして。え、スフィアセットして、こう、落としたらどうなるんやろ。二つないとダメかな。あ、ダメ臭い。あ、でも1個ハマってる。じゃあちょっとこれ外してみる。このスフィア外して、外して、で、はめて、よいしょ、レッツゴー。何か起きるかな。お、よし、来た。よし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 。ほう。なんか起きてますが、通れないんですが。嘘。あ、お、いける。やった。あ、いけた。はい。ほう。あ、これは取れないのか、このスフィアは。ぴょん。はい、ぴょん。ぴょん。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ぴょん。謎が謎を生む。なんだこれは。どうすればいいんだ。え、でもこれ取っちゃったら扉閉まっちゃうよね。あ、ほら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 。え、いいのかな。
戻ってる。ちょっと待って、ほい、セットする。で扉開く。わあ、でも通れなくなってる。あ、でもあれ光ってるのか、光ってるか、もういいのか。あー、よいしょ。やっぱここに置くことになんか意味がある気がするんだけどな。そんなことない、そんなことない。あー、どうすればいいんだ、どうすればいいんじゃ。分かった気がするぞ。で最後はやっぱこれ取らなきゃダメか。でこれ取って閉めて、なるほど、ここのなんか床の紋章みたいなやつ全部光らせないとダメなんだ。最後は多分ここにはめる。どうだ、あ、やった、大丈夫っぽい。あ、来た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 、よし、じゃあ行きましょう。これで多分移動ができるはずよ。はい、移動します。ポワン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 、やった。あー、まだか、まだこれからか。何かしら、なんか適当に押したんですが、適当に押したんですが、あ、でもなんか電気を帯びてますな、綺麗ですな。はい、ドン、はい、ドン。よいしょ、こことあと最後一箇所だね。はい、あ、なんだ、ここはなんか簡単だな。一番最初頭使った分って、あれ、なんかまた、なんかまたややこしい。あ、階段、階段、あ、いいのかな、いいのかな、いいのかな。はい、じゃあ行きましょう、その先に。あー、よかった、来たよ。フラフラするな、落ち着いて待っていろ。は、はい、怖い、アロンさん、そんな怒らんで。もう少し落ち着いてね。恥かくのはユーナなんだから。あ、はい、お、落ち着きがないのは理解してるんですけど。あ、また来たな、うわー、嫌なの来た。頭数だけは多いよね。なんや、ほんま喧嘩売りに来たんですか。そのおじさんに何かよ。あ、アーロンさんですよ、最強のガードですよ。アーロンだな。はい、だったらどうする。握手。あ、ファンですか、ファンですか。いや、アーロンさん、俺、あんたに憧れてガードになったんだ。へぇ。あ、優しい、そこは応じるんですね。ファンには優しい、神対応のアーロンさんですな。ありがとうございます。あ、嬉しそう、よかったね。召喚師プラスカ様を守ったガードを捕まえて、おじさんとね。物知らずにも程があるわね。うわあ、やばい。アルテロ、もういいでしょ、戻ってきなさい。苦労してんな。うん、尻に敷かれてやって感じやな。いやー、面白い見物だったけど心臓によって女同士はな、ほんま無言の圧力で戦い始めるからな、そこは怖い。さて、あ、決まり。そこで黙って待て。は、はい、はい。私の場所はどこですか。私の場所、あ、ここですか。どこ、ここ、ここ。自分の場所ってどこだ。はい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 。どうだ。俺も手洗わないよ。よかったね。手よ、もう。汚い手で触ったらブツだよ。あ、そっか、順番待ちね、ごめんな、待たせちゃって。あんたももう少し落ち着いてね。はい、分かってますから。え、自分の場所ってどこ。
黙って待ってって言うけど、あ、お、お、おお、あ、なんだ、あ、終わった終わった。やはりカーズフラフラですがな、大丈夫？言うな。偉大な父親ね。ガードの数はむやみに多いし、アーロン様まで味方に。もうなんなのいちいち嫌味言ってきてこのおばはん。ああ、妬みですか。はいはい、妬みですか。はい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 。はい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 。父は関係ありません。私は一人の召喚士として旅をしているだけです。あら、結構なことね。でも、偉そうなことを言う前にまず自分の足でちゃんと立ったら。本当もなんかさ、あの間隙間を見つけてはなんかチク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 ってくる。本当嫌だ。もう実際のね、リアルの生活でもいてほしくない人ですよね、ああいう人。ちょっと小姑気質というか。あ、来た、祈り声の願いが届き召喚者手に入れた。あ、イクシオンだって。いや、ちょ、あの名前つけようと思います。ムーンちゃんでしょ。だから、あ、間違った。よいしょ。た、い、よ、う。よし、これでいこうかな。はい。じゃあ、太陽くんね。よし、行きましょう。召喚獣をゲットしたので。ふぅ。あ、で、もう寺院から出てきたわけですね。じゃあ、ちょっとセーブします。はい、オッケー。ユーナが来たら出発だ。はい。なんか一悶着ないといけないね。夜は明けて朝が来る。はい。また旅の始まりね。はい。辛いことは続かないといいな。あ、ねえ。出発した。あ、そうなんだ。サールも出発した。ほうほう。あいつらの方が早かったんか。マジか。アーロン。新入りは今のうちに旅の準備を整えておく。はい。新入りじゃなくて名前で呼んでほしいな。はいはい。え、ユーナまだ来ない？あ、ちょっと待って、なんかお店屋さんかな、ここ。お、お、お店屋さんがある。あ、宿屋か。あ、武器買えるんだ。ちょ、武器見よう。お金がちょっとたまったな。ルーンモグ持ってるっけ？あれ、なんかさ、アイテム持ってるのか持ってないのかもちょっと、わかるとありがたいけどね。黒金の指輪。完全石化防御。え、どうしよう、買った方がいいのかな？物理防御でしょ？いっか。いいや、とりあえず。あ、宝箱。スイッチヒッター、なんだこれ。スイッチヒッター、なんだろう。あ、違う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 。ん、装備かな。スイッチヒッター、よいしょ。の武器なんだね。へえ。どうせなら装備させますか。なんか強そう。よいしょ、これでいいか。でもなんか装備とかな、なんかあれやな、なんか自分が今どれだけ持ってるかっていうの分かるといいんだけど。あ、自動買った方がいいのかな。ルーンロッド、ハイパーボール、メタルシールド、黒金の固定。でもなんかそこまでお金高くないし、まあいっか。いいやいいや、とりあえず行きましょう。はい。あ、セーブ書いとこうかな。よし、じゃあ行きますか。ユーナが出てこないね。ユーナ、あれ、
ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、ユーナどこから、ユーナどこに行ったの。え、ユーナ。ユーナが来たら出発ってことは、まだ中にいるってことか。迎えに行くか。何も起きてないといいけどね。あ、次の陣へとお急ぎなされて出とるな。どこ行ったの、ユーナ。あ、たくさんの異界に旅立たれました。召喚師ユーナ様は夜を徹して異界送りの儀式を行ってくださいました。若い召喚師はさぞや辛い一夜であったことでしょう。ユーナが行方不明だよ。どこ行ったんや。部屋の中かな。夜明けまでずっと働き詰めだったんですよ。あ、ユーナ寝てんのか。怪我人の手当や異界送りや。はあ、そっか、寝てるのか。眠らせてやってください。そっか。あ、起きた。ああ、大丈夫？おはよう。おはよう。朝？朝ですよ。大丈夫だよ。でも朝なんでしょ？ごめん。すぐ支度してくるからちょっとだけ待ってて。あ、かわいい。もう。そんなに焦んなくたっていいって。あ、よかったよかった。ユーナ休んでたんだね。あ、来た。よー、たたたたたって。ごめんなさい。すみません。そんなに急がなくていいのに。ほら、寝癖。寝癖の召喚師なんてみんながっかりだぞ。起こしてくれればいいのに。声はかけたよ。でも口開けて眠ってたしね。今日はなんだかみんな意地悪っすね。あ、口癖が、あ、ティーナの口癖が。あー、もうユーナほんと癒しなんだけど、めっちゃかわいい。アーロン様で。さて、召喚師様の寝癖が取れたら出発。あ、そうね、寝癖はダメです、寝癖は。あんなに笑ったのも久しぶりだった。でも今は分かってるんだ。俺以外も本気で笑ってなかったんだよな。そうなの。ああして笑わないとやってられなかったんだ。あ、なんか気になるな。ほんと、もう行き着く先はどうなるんだろうって感じなんですけど、よし、じゃあ今回はここで終わりにしようかな。ちょっとこの優しい音楽をあの BGM にね。いやー、ちょっとなんかさ、あ、これ絶対泣くわ。ほんと今の時点でもちょっとうるっとくるもん。あのユーナの強さよ、ほんと心のね。いや、ここに来るものありますね。あとなんかみんなやっぱりさ、なんか隠してるというか、最後ユーナがどうなるかっていうのなんかみんな知ってるからあんな感じで振る舞ってるのかなって思うと泣けるよね。はい、いやー、じゃあ皆様、今回はここで終わりにしよう。ご視聴いただきありがとうございました。